2021年の NBA オールスターゲームは2020から21シーズン中の2021年3月8日にジョージア州アトランタのステートファームアリーナで開催された NBA の第70回オールスターゲームである。チームキャプテンにはレブロン・ジェームズとケビン・デュラントが選ばれチームレブロンが170から150で勝利した。そして NBA オールスターゲームコービー・ブライアント 最優秀選手賞はチームレブロンからヤニス・アデト・クンボが初受賞した。もともとはインディアナ州インディアナポリスのバンカーズ・ライフ・フィールド・ハウスで開催される予定であったが、新型コロナウイルスの影響で中止と発表し、インディアナポリスで開催するのは2024年に延期となった。アトランタでオールスターゲームを開催するのは今回が3回目で2003年以来となる。 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズのドックリバースとユタジャズのクイーン・スナイダーがそれぞれチームデュラントとチームレブロンのヘッドコーチに選ばれた。ウェスタンカンファレンスで最高勝率を残しているユタジャズの HC であるクイーン・スナイダーは初の NBA オールスターゲームのヘッドコーチに選ばれた。イースタイカンファレンスで最高勝率を残しているフィラデルフィアセブンティー・シクサーズの HC のドックリバースは 今回の選出で、オールスターゲームのヘッドコーチは3回目となった。オールスターゲームの選出は昨年と同様に、ファン投票とメディア投票によって選ばれる。ファン投票は NBA 公式サイトとツイッターから毎日投票できる。スターターの選出は、ファン、メディア投票、現在チームに在籍している現役の NBA 選手の投票によって選ばれる。ファン投票が、 総数50%を占め NBA 選手とメディア投票がそれぞれ25%を占める仕組みとなっている。各カンファレンスで累積投票総数が最も多かった2人のガードと3人のフロントコートプレイヤーがスターターに選ばれ各カンファレンスで最も投票数が多かった2人のプレイヤーがチームキャプテンに選ばれる。インジェイワン、アンソニー・デイビスは ふくらはぎの怪我のため欠場。レップ1デビン・ブッカーがアンソニー・デイビスの代役として選出。インジにケビン・デュラントはハムストリングの怪我のため欠場。レップ2ドマンタス・サボニスがケビン・デュラントの代役として選出。ST1 ジェイソン・テータムがデュラントの代わりにスターターに昇格。インジ3デビン・ブッカーは膝の怪我のため欠場。 レップサン・マイクコンリーがデビン・ブッカーの代役として選出。s t にジョエル・エンビードに代わりザヨン・ウィリアムソンがスターターに昇格。オールスタードラフトは日本時間の3月5日に行われる。レブロン・ジェームズがオールスターゲームのキャプテンに選出されたのは4年連続であり、ケビン・デュラントは初となった。キャプテンであるジェームズとデュラントはそれぞれオールスターのスターターを一巡目。 リザーブ選手を二巡目で交互に指名していき、チームを編成する。なお、キャプテンは所属カンファレンス部門で選手を指名することが、できる。デュラントが怪我により不出場となったため、コミッショナーが代役として、ドマンタス・サボニスを指名し、空いたスターターの枠には、ジェイソン・テータムが昇格した。今回のオールスター・ウィーク・エンドは、オールスター・ゲームと同じ日に開催される。 インジ1デビンブッカーは怪我のため不出場。レップ1マイクコンリーがデビンブッカーの代役として出場。ありがとうございます。